はい、アドーラです。初めての方こんにちは。いつも見てくださってる方もこんにちは21歳の時に私は彼と結婚したんですけど、今回はタイトルにある通り、なんで21歳っていう若さで私が結婚っていう、大きな決断っていうのかな、大きな決断をしたのかっていうのを話していこうかなと思います。意外と周りの人に勘違いされてたりとか、聞かれたりとかすることが多いので、動画にしてみようかなと思って、どんな理由でっていうのをざっとね話してみようかなと思っております。それでは早速動画に行ってみましょう。そう、私今23歳なんですけど、21歳の時に結婚したんですね。籍を入れたんです。実はね、結婚は結構周りに反対されて、最近って女性の社会進出も進んでるじゃないですか。で、私は特に大学にも行っていたので、就職してまだまだ将来これからなのに結婚しちゃったらもったいないんじゃないのとか、意外といろんな人に結構言われたんですね。本当に結婚しちゃうのって、本当にその人でいいのみたいな結構言われて、無視したってわけじゃないんですけど、そんな反対があった中でも私は結婚をしたんですね。先に1点言っておくと、私にはこの人しかいないとか、もう運命の王子様に出会ったからみたいな理由ではありません。全く違います。そういうのはないです。ちゃんと自分なりに理由がいくつかあって、今日お話しするのは4つかな。結婚しようって決心した理由っていうのが4つあるので、それを順番に話していこうかなと思っています。まずね、どちらかというと私は結婚願望、どちらかと言わなくても結婚願望は全くありませんでした。結構前から私は一生結婚したくないとか周りにずっと言ってたんですね。私よくフランスとかであるパートナーシップ、日本語で言うと多分事実婚みたいなことに私はすっごい憧れてて、それが私の将来の夢だったんですね。パートナーを見つけて籍を入れずに一緒に過ごしていきたいなと思ってたんです。だったのにもかかわらず、私は21歳の時に結婚してしまったんですね。後悔はしてないですよ今日はどういった経緯でね、そんな結婚したくないって言ってた私が結婚っていう決断をしたのかとか、親の反応っていうのをお話ししていこうかなと思っております。まず最初に、いつ結婚を決めたのかっていう話なんですけど、大学4年生のクリスマスあたりに結婚するっていうことを決めたんですね。特に結婚してくださいみたいなプロポーズは全くなくて、カジュアルに普通のコンバセーションの中で、じゃ あ結婚するかみたいな感じで、だいぶカジュアルに話し合ったのを今でも覚えてます。でもその時は近い将来にとは思ってたんですけど、具体的にじゃあ何月に結婚するとか、何ヶ月先とか何年先っていうふうには決めてなくって、漠然と近い将来結婚しようねみたいな話になったわけですね。じゃあなぜね、なぜそういう話になったのかっていうところなんですよね。私がすごいよく聞かれるのが、アメリカに住むビザをもらうために結婚したのって聞かれるんですけど、私はもともとグリーンカード永住権を持ってたので、それは違うんですね。お姑さんとかにも言われたんですよね。別にそれが悪いことってわけじゃないと思うんですけど、私の場合は別に違います。もともとね永住権持ってるので、彼と結婚したからアメリカに住めるっていうことは全くないです。私の動画を見てくださってる方は知ってると思うんですけど、私には今生後4ヶ月になる息子がいて、じゃあ赤ちゃんができたから俗に言うね、できちゃった結婚かって思われてることが多くって、違うのみたいな、違うよって言うと結構周りもびっくりするんですけど、できちゃった結婚でもないんですね。でこれも私は別に子供が先か結婚が先かっていうのは全く気にしないので、どっちでもいいと思うんですよね。別に子供ができてから結婚するのでもいいし、結婚してから子供ができるのでもいいっていう考えを私は持ってます。事実婚に憧れてたぐらいなので、籍を入れずに子供が欲しいっていうふうにずっと思ってました。でも私たちの場合は籍を入れて3ヶ月か4ヶ月経った時、経ってから妊娠しました。
なんですけれども、子供が欲しかったから結婚したっていうのは理由の一つなんですね。ちょっと矛盾してるじゃんって思われるかもしれないんですけど、どういうことかっていうと、アメリカの医療費ってもうめちゃくちゃ高くて、保険がないのに下手して病院とかかかったら破産するレベルで医療費が高いんですね。で、子供を産むってなると、妊娠出産のプロセスもそうなんですけど、生まれた後もその保険っていうのが一番重要なポイントかなっていうのを私は思ってて、まあ、いい会社にね就職すれば大抵いい保険に入れて、自費で何か払わなきゃいけないっていうこともそんなにないんですけど、私の場合は大学を卒業してすぐに就職するか決めていなくて、っていうのもアメリカは新卒っていうのがないので就職するのはいつでもいいんですね。で、私は今すぐ就職したいっていう気持ちよりは子供が欲しいなって思ったんです。それにもいろいろ理由があるんですけど、先に子供を産んでそれから就職したいなっていうふうに私は思ってて、まずは保険が必要だということになったわけですよ。で、グレッグは私と出会う前に米軍で働いてたんですね。で、米軍で働いてた人っていうのは退役した後も、人によるのかよくわからないですけど、グレッグの場合は、一生涯保険が保証されてて、彼の配偶者と子供たちも保険が保証されるんです。だから、もう私が子供欲しいっていうのはもちろん彼も知ってたし、彼も子供が欲しいっていうふうに思ってたので、そうだったら結婚してしっかり籍を入れて、その保険に入ってから子供を作ろうかっていうことになりました。なので、それが一つ目の理由なんですね。子供が欲しくって、保険に入る必要があった。なんか聞こえ悪いですけど、実際、それが本当のことなんで、それが一つ目の理由。次、2つ目、もうこれは単刀直入に言うと税金。これもね、聞こえがあんまり良くないかもしれないんですけど、年末にファイリングタックスするときに、結婚してる方がいいんですよ。で、3つ目の理由は彼が年上だったっていうこと。これはね、私意識していたわけじゃないんですけど、意外と関係あったのかなって思ってて、私たちが結婚した時、彼は26、最近の初婚の年齢の平均って男性の場合はもう少し上だと思うんですけど、25、6って結婚するのはまあ普通じゃないかなっていう感じで、ね、もしね、グレッグが私同い年だったら、今と同じ選択をしていたかって聞かれると、その状況にならないとわからないですけど、でも確実にもっともっと悩んだんだろうなっていうふうに思ってて、年上だから若く結婚したいっていうことじゃないんですけど、その彼の方が年上だったっていうのは、私のその結婚するっていう決断を後押しした要素になったのかなっていうふうには思います。今3つ理由挙げたんですけど、結構軽いねみたいな言われたこともあって、その人でいいの、本当に愛してんのみたいに言われることもたまにあるんですけど、彼とはちゃんとお付き合いしてたわけですし、私も彼も嫌なことは嫌なタイプなので、もしお互いのことが嫌だったら、一緒にいることはないと思います。お目覚めです。おはよう、朝日くん、おはようって。子供産んでよかったでしょ、可愛いでしょこの子。朝日くん可愛いやろ。4つ目の最後の理由なんですけど、これは、人生経験のためです。私、やってみたいって思ったことには結構飛び込んでみたいタイプで、私からすると結婚も、やってみたいってわけじゃないけど、してみないとうまくいくのか、それとも離婚してしまうのかなんてわからないと思うんですね。最初から離婚しようと思って結婚する人なんているわけないし、人生ね、何があるかなんてわからないんで、もしかしたらそんな日が来てしまうかもしれないです。もちろんだってね、日本もアメリカも離婚率はどんどん高まるばかりですし、もう私たちが例外かと言われたらそんなことないと思ってるんで、今は大丈夫でも、5年先になってバイバイみたいな、もういいよみたいになるかもしれないし、一生一緒にいられるっていう自信がめっちゃあるわけでもないです。別に未来はどうなるかなんて分かんないんですけど、実際ね、今私結婚して1年半経たないぐらいなんですけど、もうすでに自分の成長もすっごく感じるし、学んだことってすっごくたくさんあって、もちろんね、付き合ってる時にもそれはあるんですけど、やっぱり改めて今すごくいい経験をさせてもらっているなっていうのは日々実感してます。万が一ね、もし離婚する日が来たとしても、
この結婚生活を通して私の経験値がアップしたことには変わりないので、これからの人生に生かせる経験をしているんだなっていうことはすごく思います。なので後悔することはないと思ってます。まあ、実際に私はまあ幸せですかと聞かれたら、まあはい、この人と結婚してよかったって思えるし、まあ、動画見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、毎日楽しくワイワイやってるので、まあ、今は満足してます。もちろんね、喧嘩もするし嫌なところもあるけど、まあ、満足してますね。アシャヒアシャヒ。で次にね、これは本当に聞かれるんですけど、え、親の反応どうだったのみたいな。っていうのも、私の父はナイジェリア人で、あのナイジェリア人ってすごく伝統を重んじるというか、日本の昭和のお父さんみたいな感じなんですよね。すごく厳しくて、こういう感じ伝わるかな、こういう感じなんでね、お父さん許してくれたのとか、まあ、お母さんの反応どうだったのみたいな結構聞かれるんですね。で、まあ、お母さんに報告するのは、実際にあの籍を入れる前日かなんかにお母さんに LINE して、明日結婚しますって言いました。あ、そうみたいな、おめでとうって言ってくれたかな、そんな感じ。うちのお母さんはね、すっごく自由な人で、まあ、25年くらいも前に、わけのわからないナイジェリア人と結婚するような日本人のお母さんなんで、自由人なんですよ。まあ、私と妹にも常に、まあ、好きなことやりなさいみたいな、自分の人生は自分の好きなように歩みなさいみたいな感じなので、ずっと私がやるって決めたこととかに反対されたことは多分一度もないです。あ、やればみたいな、頑張って ね、応援してるとかではなくて、あ、好きにしてどうぞどうぞっていう感じなので、結婚に関してもいいんじゃないみたいな、もしね失敗しても別にいいんじゃないみたいな感じなんで、お母さんはそんな感じでした。でお父さんね、これが問題なんですけれども、まあ、反対されるかなって思ったので、お父さんには言いませんでしたっていうのも、まあ、それにも理由があって、結婚したのが2019年の7月なんですけど、2019年の5月から今年の頭くらいまでお父さんと口を聞いてなくって、まあ、いろいろあってね、今はねすごい今までにないくらい仲良しなんですけど、話してない時期っていうのも結構今までにもあったりとかして、ちょうど話してなかった時期なんで言わなかったですね、結婚も妊娠も。事後報告しました。メッセージで報告しました。あのね、実は結婚していて今妊娠もしていますというふうにお父さんに事後報告したわけですね。そしたら痛い、まあ、そしたら返事が返ってこなかったんですね。まあ、お父さんはびっくりしちゃって、なんて返したらいいか分かんなかったみたいで、返事が返ってこなかったんで、私から電話をしました。まあ、ごめんなさいと、まあ、手順を踏んでというか、先にしっかり報告してやるべきだったことだけど、反対されると思って言えませんでしたと。でもあなたの孫も生まれるし、私の子供におじいちゃんがいないなんてことは嫌なので、許してほしいんですっていうふうに電話したら、怒ってはいないよっていうふうに言ってくれて、ただびっくりしただけだと。でもおめでとう。どうなんだろう、本当はこうね、怒りの感情とかも湧いたのかもしれないんですけど、私にはそれは全く出してこなくて、まあ、おめでとうっていう風に言ってくれました。でね、今度父の家に行く予定があるので、その時にね、父に、まあ、インタビューじゃないけど父と一緒に動画を作ろうかなと思ってて、まあ、その時のこととかどう思ったのかとかいうのを父にね聞いてみようかなっていう風に思っています。なので気になる方はお楽しみに。では最後に、じゃあ結婚してみてどうだったかっていうところなんですけど、結婚をしたから何かが変わったっていうことは特にはなかったかなと思ってて、あの私の場合は名字も変えてなくて夫婦別姓なんですね。でお財布も未だに別だし、そういった部分ではあの付き合った頃とあまり変化はなかったです。最初は遠距離をしてて、いわゆる、まあ、別居婚みたいな感じで、まあそれこそもう本当に付き合ってる時と同じ感じでした。なんですけど、一緒に住み始めて子供が生まれてからすごく変わったなっていう風に最近思っています。やっぱり子供は2人でも持っていかなきゃいけないものだし、もう私は彼が協力してくれるから、あの楽しくやっていけてるっていう部分があるので、家族ができるっていうのはこういうことなのかっていう風に実感してます。今まではお互いのことに関してあまり干渉してこなかったんですけど、まあ、今は以前以上にコミュニケーションを取らないといけないし、例えば私は今からこれをしなきゃいけないから朝日の面倒を見てくれるとか、まあ、逆もあるし、グレッグもあの何々しなきゃいけないから朝日の面倒よろしくねみたいな感じでコミュニケーションを取るようになりました。
日本では特に両家顔合わせしたりとかしてしっかり両親に挨拶してとかいろいろまあ順番もあったりして、まあ、人生のビッグイベントって感じだと思うし、もっと慎重にあの結婚っていう決断に至る人が多いと思うんですけど、まあ今話した通り私の場合は、まあ、そういう感じでもないわけですよ。周りにもね軽っとか言われたことあるし、もしかしたらねそんなの間違ってるって思う人もいるのかもしれないんですけど、でも結局まあ私たちの人生だし、まあ、私とグレッグと私たちの周りの家族があの幸せって思えるのはそれでいいかなって思ってて、人に迷惑をかけなければ人生何してもいいって私は思ってるので、まだ若いから結婚しない方がいいとかいうふうには思わなかったな。まだもうちょっと待った方がいいかなとか思うこともなく結婚っていう決断に至りましたね。でそんな感じでね、私が21歳で結婚を決心した理由っていうことを話してみました。いかがでしたでしょうか。何かね感じたこととか、まあ、質問とかがあればコメントしていただければ嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いいねとチャンネル登録よかったらよろしくお願いします。バイバーイ。